破滅と神聖。お迎えできず申し訳ありません。計画の進捗は？うまくいっています。今の世界には計画を実行するのに必要な条件が揃っています。断りの律者があなたを一時的に止めることができたとしても、歴史の歩みを止めることはできません。ジャッカルの研究も完成に近づき、残りは最後の継承だけです。行動を開始しよう。承知しました。あなたの帰還を歓迎するためにこれを用意いたしました。この伝説の武器こそ人類の未来の開拓者にふさわしいでしょう。友よ、また会ったね。今から僕と共に戦おう。こんなに怪物がいるとは、いくら倒してもキリがありません。周辺の崩壊獣による災害の発生頻度が増えています。今天球市は完全警戒態勢に入り、全ての機構が都市周辺の防衛線に派遣されています。
前方崩壊エネルギー反応を大量検出。しっかりしろ、敵が来るぞ。呼吸のリズムに注意して、私が教えた通りに戦うんだ。キアナ、後ろ。準備できた。審判の時は来た。急いでここを離れよう。あなたの姿をこれ以上目撃されないように。分かってるよ。ハイヘビの情報によると、彼女はずっと研究室に留まっている。 K423 は崩壊獣災害の現場に出現する。実験に影響を与えかねないか心配だ。確かに面倒だ。しかし彼女に気を配る暇はない。孫子は漁師の海から帰還し、行動を開始せよと命令を下した。今優先させるべきことは、天命の邪魔者を排除することだ。奴らは信州に人を派遣した。我々の計画を邪魔させるわけにはいかない。方法ならある。 K423 の行方は天命にとっても重要な意味を持つ。だから奴らに追わせればいい。よかろう。緊急時には天命のために用意したプレゼントを使うといい。きっと驚くはずだ。大主教様、天球史で得た人型ロボットの脳内から情報を分析しました。 K423 の詳細な足取りを推測するには不十分ですが、分析結果によると彼女は都市内に留まっていると考えられます。この情報は同時に K423 が現在ヨルムンガンドの監視下にいることをも意味します。この潜伏中のヘビが何を企んでいるか見てみたいね。リータ、君には天球史に戻ってもらいたい。 K423 の行方を追い捕獲してくれ。今の状況ですと、ヤブをつついてヘビを出すことになるのではないかと心配です。それは心配ない。ビジネスということにしておくよ。天命はあらゆる分野の大企業と業務提携があるからね。そのうちの上条製薬という製薬会社は、世界各地で崩壊災害を受けた都市に無償で医療サービスを提供する援助活動を行っている。彼らの信州に対する援助は天球史が入り口だ。過去の5ヶ月間天命は定期的にこの会社を通して信州に崩壊エネルギーワクチンと援助物資を提供してきた。今回は君が代表として新しい薬品を天球史に輸送するんだ。上条製薬が把握している医療記録や情報を通じて
操作もしやすくなるだろう。かしこまりました。自動運行機能停止。エオス号は着陸モードに入ります。副隊長、上条製薬の担当より通信が入っております。隊員たちは戦場で待機していてください。引き渡しと視察が完了しましたら帰還します。承知しました。工業地帯へようこそ、リータさん。上条製薬新州支部の顧問を務めるキオラだ。今回は私が共に視察することになった。ご用でしょうか。ここ一帯は本当に壮観ですね。引き渡しの合間にここの案内をよろしくお願いいたします。ああ、もちろん。さあ、こっちだ。第二次崩壊が終了した後、上条製近隣からの薬品の輸送を可能にする。工業エリアは天球市の郊外にあるが、館長様、お茶などはいかがですか。ここで作った薬品は天球師の他に、御社は偉大なる事業を成し遂げたのです。天命が薬品の材料を提供してくれたお前たちがいなければ、ここの寸か疲れを取るなら休息が一番ですよ。エジプトチックな建物が多いですね。それはオーナーの好みだ。あそこのピラミッドは工業エリアの管理棟さ。エジプト人の墓を普通の建物のように改造し使っている。独特ですね。ご用でしょうか。引き渡しもそろそろ終わる頃だと思います。本題に入りましょうか。この度信州に訪れたのは御社の協力を得るためです。御社はこの都市の医療システムと密接な関係があります。そこでここ5ヶ月間の崩壊エネルギー漏洩に関する医療記録を拝見したいのです。医療記録を漏らせと。それはこの件は天球市にメリットしかないことを保証します。この都市は崩壊獣の襲撃により警戒状態にいると存じております。民衆を守る責務を果たすためには多少の規則違反もやむを得ない時がありますでしょう。それに災害の根源を調べることによって未然に防ぐことができるのでしたら、命を救うことにつながるのではありませんか。わかった。データを渡そう。この都市の危険は増していく一方だ。リタさんも身の安全には気をつけるんだな。お気遣いいただきありがとうございます。そういえば最近一人の少女が
崩壊中災害の現場に現れては人を助けていると聞いたが、天命のものじゃないよな。一人の少女ですか。どうやって現れ、いつ消えたのか誰も知らない。あくまで噂だがな。困難に直面した時、自らの力に頼るよりも助けてくれるヒーローが現れるのを夢見るのが人間というものだ。そのようなヒーローが本当に存在すると私も信じたいものです。副隊長、上条製薬からもらったデータを全て確認しました。第三小隊のアルビトルさんでしょうか。はい、技術員のアルビトルです。副隊長は天命のバルキリーの名前を全て覚えていると聞きましたが、やはり本当なんですね。副隊長と一緒に戦えるチャンスは滅多にないとみんなが言っていました。副隊長は単独での機密任務が多いですからね。今回一緒に任務へ行けることをみんな楽しみにしていました。副隊長はおやめください。どうぞリタとお呼びください。リッタさん、いやダメですよ。そんなに親しく呼んでたらデュランダル隊長の熱い視線を受けることになります。熱い視線ですか。その褒め言葉をそのままデュランダル様にお伝えします。お気遣いなく。話を戻しますが、上条製薬からもらったデータの中にここ5ヶ月全ての崩壊エネルギー漏洩事故に関する医療記録が4000件弱、それぞれ35回の災害事件にファイリングされています。相当の数ですね。その中に K423 に関する手がかりはありませんか。2ヶ月前の記録ですが、南部地域のあるインターチェンジで崩壊獣が大量に出現しました。ある被害者が崩壊獣と戦う少女を見たそうです。診断の結果は心的外傷後ストレス障害となっていますが、それは幻覚ではなく紛れもない目撃情報だと思います。よくできました、アルビトルさん。褒められました。第三小隊では便利屋のような人と評判ですから。それは評判と言えるのでしょうか。他に類似した手がかりはありませんか。ありません。 K423 の特徴を入れて検索をかけてみましたが、何も得られませんでした。つまり彼女は病院のような場所には出現していません。医療記録も買い物をした記録もなく、監視カメラシステムも彼女の姿を捕捉できてません。彼女は隠れ身の術でも使えるのでしょうか。監視カメラを避け一般人に変装することはできます。ただ彼女がまだこの都市にいる限り誰にも目撃されないということはありえません。彼女の存在を認知し、彼女の姿を捉える者は必ずいます。アルビトルさんがピックアップした記録がそれを証明しています。しかしそういう細かい情報をインターネットのあちこちから全て集めることとなると数ヶ月はかかるかもしれません。アルビトルさん、ご存知でしょうか。この都市には情報闇市があり、どんな情報もそこから入手できると聞きます。手がかりはそこで探しましょう。招かれざるお客様ですね。ここがハイヘビの縄張りでしょうか。防御機構がまだ自動運転している。これはお掃除しないといけません。今回は騒動にならないといいです。よし、ご心配いただき、
安心ください。艦長様は私がお守りします。疲れを取るなら休息が一番ですよ。かしこまりました。目標が姿を現しました。信じてください。制限解除。人型ロボット検索モジュール起動。どこから探しましょうか。あの被害者は崩壊獣と戦う少女を見ていました。見つけましたよ、K423。 アルビトルさん、この2ヶ月間で天球市には崩壊獣災害が頻繁に発生したと言いましたね。はい、2ヶ月間で35件も発生しました。全てが天球市の周りに集中していて、そのせいでこの都市は警戒態勢に入っています。まるでこの都市の何かが崩壊獣を引き寄せているようですね。崩壊獣が出現したら、不朽なる刃の隊員が即時に出撃し、現場に到着できるよう、天球市の災害警報に注意しておいてください。え？ K423 の追跡は中止でしょうか？今まで入手した情報によりますと、K423が崩壊獣災害の現場に出現した目撃情報は1件だけではありません。彼女の後ろ姿を撮影した人もいました。災害現場に注目することで K423 を捕獲する機会が訪れるということですね。さすが副隊長。今私たちがすべきことは辛抱強く次の災害の発生を待つことですね。はあ、ただこの都市で災害を待つのに辛抱強くなる必要はなさそうですが、ね。